学校一のイケメン、アサヒくん。現役モデルで最近中高生に人気のインフルエンサー。そしてこの子はクラスのマドンナ、エミリちゃん。女の私から見ても可愛いんだから、男子はみんな好きだよね。この見るからに陰キャ男子は勇気。叶うはずもないのにエミリちゃんのことが好き。そしてそんな陰キャの兄を持つ私の名前は夢。なんで親はこんな名前をつけてしまったのか。夢も希望もないし。私だってキラキラした学生生活を送りたい。私ね、大きくなったら可愛い服を着てランウェイ歩けるモデルさんになるんだ。私は目をつむっている時が一番好き。こんな私でもこの一瞬だけは別人になれる。できればずっと目をつむっていたい。綺麗なウォーキングだね。モデル目指してるの？クラス一緒なのに話すの初めてだよね。俺応援するよ。アサヒくんのインスタ更新されてる。アサヒくんかっこいいよね。私もフォローしてる。彼女いるのかな。いるでしょ、こんだけかっこいいんだから。ねえ見て、この子綺麗。本当だ、なんか綺麗。もしかして彼女？てかこれうちの屋上じゃない？え、じゃあこれ誰？綺麗だったな。綺麗だね。ねえ、私綺麗かな？怖っ。お前、俺の妹だよ。綺麗なわけないじゃん。そうだよね。ぬぼれちゃいけない。この陰キャ兄にしてこの妹ありか。それでちょっと真面目なんじゃない？あ、
ありがとう。今日も綺麗だね。好きだよ。あの浅井くんが私のこと綺麗だって、というか好きとかも言ってなかった？いやいや、そんなことあるわけない。ないない、だいたい関わりなんて。おはよう。おい、くさい。ペン落としてる。いや、落ち着け。クラス一の陰キャの私なんかがありえない、ありえない。ありえない。会社を開始した。はい、待って。もうすぐ3年生の卒業式です。毎年恒例の在校生からのプレゼントの件、そろそろ実行委員を決めたいと思います。で、やりたい人は誰もいないのか？いや、いないでしょ。誰かさんがやってくんないかな。一緒に頑張ろうね。前髪あげたんだね。似合ってる。どういうこと？は？じゃあ夢たさ頼んだぞ。もしかして私のキラキラな学生生活始まっちゃった？ゆめちゃん、放課後話があるからさ、残ってもらっていい？うん。私なんかに話？もしかして告白？で、
どうする？私は、まだ心の準備が。え？何の準備？去年は黒板アートらしいよ。え？ああ、黒板アート卒業式の。ああ、卒業のですよね。うわあ、恥ずかしい。話って、私勘違いしてた。私なんかに告白なんてありえないでしょ。アイディア浮かばないな。今年はどうしよっか。この写真の私、別人みたい。本当、朝日くんってすごい。そう？言葉をさらっと言えちゃうの？あ、写真といえばミニアルバムとかどうかな。ミニアルバム？アサヒくん写真上手だし、アルバム作ったらみんな喜ぶんじゃないかな。校内の写真とか卒業したら見ることもできない景色だから、思い出になるかなって思って。いいね、それいい。さすがゆめちゃん。じゃあ早速写真撮りに行く？ちょっと待って、あのさ、一つ聞いてもいいですか？何？どうして私なんかに優しくしてくれるの？なんか気になるんだよね。気づいたら目で追ってる。あと、私なんかって言うなよ。夢は綺麗なんだから、自信持って。ほら、行くよ。夢は綺麗なんだから自信持って。もうなんなの、あのキラキラした感じ。これって恋なのかな。ああ、なるほど。そこからか。恋っていうのはまず気になる、その子のことばかり考えてしまう、目で追ってしまう、話した時とかにすごい嬉しいみたいな感情のことだ。てか、どうしてお兄ちゃんそんなこと知ってるの？陰キャはオタクだから情報量半端ねえんだよ。あ、そうだった、この人、エミリちゃんのこと好きなんだった。ねえ、見て、この写真。いい感じじゃない？どれ？一口モーラに。え？関節キス？付き合ってるんじゃね？そうなの？だってこの間なんか告ったとか噂になってたし。違うでしょ、こないだのあれでしょ。やっぱそうだよな、俺もそうかなと思ってたんだよ。
ってことは朝日もエミリか。何朝日くん、回りくどいことするよね。ありがとう。いいよ。はい。あ、ねえ、さっきの話だけど、何？私よくわかんないんだけど。ああ、あれね。え、あの時いなかったんだっけ？うん。まあ、そういえばお前さ、最近夢のことばっかり見たの。やばいよね、俺。あいつやばすぎて逆に気になるっていうの。それ好きなやつじゃん。いや、無理無理。いや、無理無理。お前無理とか言うなよ。嘘でもいいから、そうかもとか言ってやれよ。いや無理っしょ。じゃあお前付き合うの？付き合えるかも。うん、なんかあれば。なんかってなんだよ。なんかってなんだよ。いや無理だろあれは。じゃあそういうのはどう？夢と付き合うことができた勇敢な男子には学校一可愛いエミリー様が付き合ってあげるっていうの。マジ？それならやろうかな。しびょう、お前絶対告んねん。今から夢に告白してくる。そう、ええどう朝日も。じゃあ決まりね。ってことはエミリーのことが好きってことじゃない？まあそうなるよね。朝日くんもやっぱりエミリーか、かわいいもんね。てか朝日くんもまあまあひどいことするよね。ね。全部嘘だったの。そうだよね、朝日くんが私なんかを好きになるわけないよね。そんなことがあったんだ。二人同時に失恋しちゃったね。そうだね。期待した分落ち込むよ。期待しなきゃよかった。恋するときは期待しちゃダメなんだ。そうだ、失恋の立ち直り方って知らないの？それは1、相手の恋を応援する。2、綺麗になって相手を見返す。3、次の恋を過ごすのチュリーチュベットだ。お兄ちゃん、それっぽいこと言うの上手だね。卒業式、明日行きたくないな。って、がっつり落ち込んでるじゃん。そういえばお前、準備員なのに帰っていいのか？やっぱダメだよね。お兄ちゃん先帰ってて、私行ってくる。どうせ僕は一人だよ。ごめんなさい。大丈夫だよ、仕上げだけだし。私応援する。応援？私綺麗になる。で、次の恋探す。何の話？だって朝日くん、エミリちゃんのことが好きなんだよね。だから私にも優しくしてくれて。言ってることがわからないけど、俺が優しくするのはこの間言ったことを忘れた？なんか気になる。気づいたら目で追ってる。そう、夢のことが気になる。気づいたら目で追ってる。で、話しかけたくなる。ずっと一緒にいたい。夢はどうなの？それって私を好きってこと？そうだね。屋上で初めて喋った時からそうだったのかもしれない。どういうこと？二人いい感じ。夢のこと好きだよ。嘘、エミリー振られた。エミリー怖いぞ。おい、懐かしい。懐かしい。これあれだよ、あれ文化祭の時にさ、
たね。うん、お疲れ様。やっぱり好きだな、浅井くんの写真。写真だけ？え？写真も好き。なんで逃げるの？エミちゃん、あの失礼した時の立ち直り方って知ってますか？急に何なの？余計なお世話なんだけど。それは一、相手の恋を応援する。二、綺麗になって見返す。三、次の恋を探しのキュリーステップでちゅ。何言ってんの、陰キャのくせに。いや、ちょっと待てよ。あの陰キャの夢が可愛くなったってことは、この兄ももしかしたら。聞いてますよ。そうね。じゃあ私はもうすでに綺麗だから、最後の3ステップってことかしら。次の恋を探さなきゃってこと。ピンマイクピンマイクも落ちてるじゃん。はい、もう一回。はい。ええやん。プラ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 プ